放物線と直線で囲まれる面積の公式をね、3つを教えたいと思います。はい、まず最初これ1番目、これは教科書にも載ってる場合ありますんでね、まあ見たことある人いると思います。はい、放物線の、式がこういう式だったとしましょうね。はい、この放物線の式これね。そしてはい、交点2つあるんだけど、交点の x 座標アルファ、はい、こっちの交点ベータだったとします。はい、その時この赤い部分の面積の公式は6分の絶対値 a、 そして絶対値ベータマイナスアルファの3乗と表すことができる。はい、例えばこういう問題が出たとしますね。放物線 y イコール x 2乗と y イコールマイナス x プラス2で囲まれた部分の面積を求めようと。まあ、どんな感じになるかというと、大体こんな感じになります。ね。そしてこの赤い部分の面積求めてくれと。はい。じゃあそうすると、はい。まず交点求めるには、はい。この式とこの式、ね、を、ね、まあ、代入法みたいにして、ね。x2 乗イコールマイナス x プラス2としましょう。で、x2 乗プラス x マイナス2イコール0。ね。これ解いていきます。はい。これは、x プラス2の x マイナス1。はい、そうすると、ね、解はマイナス2と1となる。はい、ってことは、ここは x 座標マイナス2、ここは1ということに、なります。はい、あとはもう簡単。先ほどの公式使えば一発で解けます。はい、6分の絶対値 a です。はい、つまり x2 乗の係数なんだけど、これ1ですね。なんで1と書いておこう。はい、絶対値の、はい、x 座標の交点。ね、これの引き算です。1マイナスマイナス2、1マイナスマイナス2、そしてそれの3乗。はい、ってことは、まあ、これはただ単に1でいいとして、これ1たす2で3だね。だから3の3乗ね。ってことは3、3、3と書いておいて約分。はい、そうすると2分のあとサザンが9と、はい、出ましたね。簡単ですね。2番目の公式いきますね。2番目の公式、はい、放物線がありました。はい、ここに接線がありました。縦線がありました。その時に、はい、接線と放物線、そして縦線で囲まれるところの面積、ね、今赤く塗った部分の面積の求め方を説明します。はい、じゃあ、はい、ここの、ね、x 座標、ね、交点の x 座標アルファだとしよう。はい、ここの接点の x 座標ベータだとします。そうすると赤い部分の面積なんですが、はい、放物線の、式が ax2 乗プラス bx プラス c だとすると、はい、赤い部分の面積はこうです。3分の絶対値 a、 そして β マイナス α の3乗です。これが公式です、ね、さっきと違うのは、さっきのこっち6だったんですよね。さっきのやつ、ね、今回は3です、ね、縦線とね、はい、縦線とね、放物線、接線で囲まれる場合は、ね、こう3にしてくれと、ね。はい。じゃあちょっと、また別の問題、ね、類題やってみましょう。はい。このような、図があったとして、はい。ね、接線と縦線、放物線で囲まれたところの面積。はい。ここを求めようって言ったら、ね、はい。もう公式で言っちゃいますよ。3分の絶対値 a。はい、a っていうのはこの x2 乗の係数。だから2分の1。そして、ベータマイナスアルファ3乗。うん、これがベータに当たる。ね。だから4。はい。これがアルファに当たる。ね。だからマイナス1と。で、それを3乗。はい。3分の、絶対値2分の1っていうのは6分の1。4-1 の3、3乗だから、4-1 は3だから、3を3乗して、はい。約分。3-2が6、3-1が3。はい。2分の 3×3 で9。はい。出ました。簡単、ね、はい、公式もう一度書いておきます。3分の絶対値 a の絶対値 β マイナス α の3乗、ね、これを覚えてくださいと、ね、はい、でちなみにちょっと、この場合だと接線がこっち右側にあったんだけど、別にこれ左側でもいいですね。例えばこういう状態、はい、放物線がありました、ここに接線がありました、ここに縦線がありました、ね、これアルファだとして、これベータだとして、うん、これでも大丈夫です、
この面積求めろっつったら3分の絶対値 a ベータマイナスアルファの3乗、ね、これ使いますからね。はい、ちょっともう一問だけね、やってみましょう。類題ね、はい、今度は接線が左側にあります。そして縦線があって、はい、放物線と接線、縦線で囲まれた、はい、この赤い部分の面積求めようと。はい、さっきの公式そのままです。3分の絶対値、これね、A、X2 乗のケースです。で、ベータはこいつに当たり、アルファはこいつに当たる。1マイナス、カッコマイナス2の3乗。ね、3分の2分の1だから、これは6分の1になる。ね、1マイナスマイナス2だから、これは3だね。で、3の3乗だから、333で計算すればいい。はい、そうすると、最値が3、3、2が6、2分の9と出ました。はい、こういうパターンでもこの公式使えると。はい、3つ目の公式いきます。放物線があった、そして接線があった、はい、ここにも接線があった。で、接線2本と放物線で囲まれている部分、はい、ここの面積の求め方、はい、ここの、ね、接点 α だとし、ここの接点 x 座標 β だとする。はい、で、ここの放物線の公式、式が y イコール ax2 乗プラス px プラス c だとすると、はい。で、今までの公式と大体似てるんですけども、ね、今度は、はい。12分の絶対値 a、そして β マイナス α の3乗と。はい。これで一発で解きます、ね。はい。さっきは3だったんだけど、ここ12になります。ね。うん、こういうパターンの場合は、ここに12を入れて、ね、あと、計算してくれと。じゃあちょっと類題やってみましょう。はい、類題。放物線があった。ね、放物線の式、2分の 1x2 乗、ね。y イコール2分の 1x2 乗。そして接線があった。はい、接線があった。ここの座標、マイナス2だとしましょうか。この、ね、接点の座標、ね、x 座標が4だったとしましょう。で、その時の、はい、ここの囲まれた赤い部分ね。これの面積は、はい、公式通りいく。ね、12分の絶対値 a。だから A はこれだね、2分の1。そして β マイナス α3 乗、β は、ね、4です。 α はマイナス2になります。4マイナスカッコマイナス2、そしてそれの3乗、はい、計算しましょう。12分の2分の1は24分の1、ね、4引くマイナスには6です。で、6の3乗だから、はい、6、6、6と書いておこう、ね、はい、約分、61が6、64、24、ね、さらに約分、23が6、22が4、さらに約分、21が2、23が6。ってことは、3×3 で9。はい、出ました。ここの面積は9と。以上です。